どうもこんにちは。今回はランランのマスタースキューブの解説をしていきたいと思います。で、マスタースキューブに確か種類があって、ランランではないまた違うところが出しているのは、この一番端っこの、コーナーの役割をしているここですね。ここが、くるって回転して難易度が下がっています。今回は、このように、ディープカットって呼ばれるこの動きですねをすることができるランランのマスタースキューブの解説をしていきます。これ難易度としては高めだと思います。とりあえず 3× よりは難しいです。そして 4× と比べたらどうだって言われると、こっちの方が高いと思います。ランランの方が高いです。という感じの難易度になっていると私は思います。最初に揃える手順を紹介します。で、その後に、喋りながら揃えていこうかなって考えています。このマスタースキューブは、このスキューブをより細かくしたようなバージョンなので、この端っこの、このコーナーですね。黄色赤緑とか、これシールが剥がれてるんですが、黄色青赤と、黄色青オレンジ、黄色緑オレンジと、この下も、白。この端っこの8箇所、プラス、この真ん中の1色ですね。この、横の、このバッテンのとこではなくて、この真ん中。ここだけは、スキューブと同じ手順で揃えることができます。ということなので、このマスタースキューブの、この角っちょを揃えるの、このスキューブを使って揃えていきたいと思います。まず、完全1面を作ります。このコーナー4箇所プラス1箇所。で、この白が反転をして入っているときですね。そういうときは、一度、ずらしてから、ここで、この揃ってるのをちょっと巻き込んで、また戻すと。で、巻き込んだら戻してあげると。こういうふうにすると、さっき右だったのが正面に変わります。で、もう一度やって、これをちょっと巻き込んで、帰って入れると。で、元に戻すと。そうすると、向きを揃えて位置を入れることができます。これで一面ができました。そしたら次は、この黄色の端っこの向きを揃えていきます。で、この時に使う手順があります。この右の回転が R で、この手前の回転を F で回していきます。R'、F、R、F'。この手順です。もうこの手順を使って、このコーナーの向きと位置と、あとついでにこのセンターっぽい、この一色のキューブも揃えていきます。これはですね、ちょっと説明が脱線してしまうんですが、このスキューブのセンターはですね、実はこのセンターというか移動しないキューブは、この3色のキューブなんですね。3色のキューブなんですよ。という、ちょっと脱線した話でした。では、黄色を揃えていきます。この黄色がですね、奥と手前に来るようにします。この状態で、R', F、R、F' と。そうすると、0個、もしくは2個になるんですが、0個になった場合は、これを1回転、Y の動きをします。そしてまた、R', F、R、F' と。そうすると、黄色全部になります。これがですね、このように、黄色と奥と手前になって、R'、F、R、F' と。で、して、次は黄色は左と右に来ました。この時は、Y' をして、この状態で、もう一度 R', F、R、F' と回します。で、そうすると、0個になるので、この状態で Y をすると。そして、R', F、R、F' と。こうすると揃えることができます。これで、位置も揃います。あとはこの一色の真ん中のキューブを揃えていきたいと思います。で、この手順も同じく R', F、R、F' を使います。まずですね、この奥にあるキューブが上に来ます。で、この上にあるキューブが右に行くという、この3箇所のサイクルになっています。手順を回していくと、で、まずこの黄色を上に持っていきます。R'、F、R、F'。
で、そしてこれを Y2 して持ち替えます。 Y2 で、この状態で R'FRF'。 そうするとこの黄色すべてが揃う状態プラスこの真ん中の一色も揃ってくれます。これで、黄色面を作ることができました。あとはですね、この横の4箇所もしくは3箇所を揃えていきます。今見ると赤が揃ってるんで、このオレンジ、緑、青を揃えていきます。で、奥から手前に来るので、これを持ち替えをして、この左のオレンジを上のオレンジに来るようにします。この状態で R'FRF' で Y2 で持ち替えて R'FRF'。 これで、揃えることができます。まあ、そしてですね、これと同じことをしてこのマスタースキューブでも揃えていくことができます。では次はこのマスタースキューブのこの黄色、オレンジ、黄色、赤、黄色、青、ここの3箇所の交換をやっていきます。回転記号としては、まずこのとんがったところを手前に持ってきて、回転記号はこれが R で、そしてこれが L でやります。で、まあ、スライスをやるんですが、まずですね、 RW R' と、まあ、なのでこれはスモール R をします。スモール R、 スモール L' スモール L' で、スモール R' スモール L、 そしてラージの通常の L をします。で、次はスモール L' スモール R スモール L スモール R' で、通常の L' をします。これで1箇所、2箇所、3箇所の交換をすることができます。もう一度やると、スモール R スモール L' で、スモール R' スモール L で、ラージの L をして、スモール L' スモール R スモール L スモール R' で、ラージの L' をします。これで3箇所を交換することができます。次の手順はこの1色のキューブの交換の仕方をやっていきます。この手前の右が1箇所、奥が2つ、2箇所の計3箇所の交換です。これが R で、これが L で回していきます。まず R' L で R で、そしてこのスライスをします。奥にスライスして、で、逆の手順で R' L' R で、スライスを戻してくると。そうすると1箇所、2箇所、3箇所の時計回りをすることができます。もう一回するとこの白がこっちに来てくれます。このように回していくという感じです。では最後はこの2箇所の移動をやっていきます。まあ、これが最難関というか、まあ、このセットアップが多いんで難しいかなって思います。この緑、青とオレンジですね、この青とオレンジの2箇所を交換していくと。手順はこれと同じです。これを使っていくという感じです。で、まあ、考え方としてオレンジが右に行くんですね。で、青が手前に行くんですよ。で、ここにある緑が青のところに混じるということなんで、この緑を青に変えときます。そうするとオレンジが青で揃う、で、青が揃うと、で、青のキューブが青に行くから揃えることができると。セットアップを頑張ります。で、まずですね、持ち替えをして、これですね、ここを2回回転させます。2回回転させると。で、このままスライスをして持っていきたいんですが、スライスをするとこの青が来るんですね。青が来るんですが、ここ見るとですね、通り道にいるんですよ。ここにある青が通り道で削られてしまうということなので、まあ、一通りの手順を回していくと、まずですね、まず2回回転。で、これを逃がしてあげます。で、スライスをすると、青を持ってくる。で、こっちを戻してあげると。オレンジ揃えると。で、この状態で手順を回します。
布陣を回すと。で、そして、調整したのを戻す、スライスしたのをスライス戻すと。で、逃がしたのを元に戻す。で、そして、この、2回回転したのを戻してくると。これで、この2箇所を揃えることができます。という感じの手順でマスターズキューブを揃えることができます。このマスターズキューブとか難しいキューブを揃えるときのコツは、一番下からうわーっていう風に揃えていくのではなくて、これをパーツで考えます。端っこの1,2,3,4,5,6,7,8。まあ、端っこのキューブっていう一つ目のグループ。で、二つ目がこの一色のど真ん中っていうグループ。で、三つ目がこの二色の真ん中のグループ。で、四つ目が一色のこの四つの四箇所ですね。これのグループ。というふうに四つで分けます。まあ、そういうふうにしていくと、揃えることができるかなと思います。まあ、この二箇所の二色の半、この2色の3箇所の反転とかも、この 3×で考えると E をしているようなイメージなんですよ。例えばこの手順も、下げてスライスして、上で回転させて、まあ、このように戻していくという感じにすると1箇所、2箇所、3箇所にすることができるんですね。まあ、このエッジをくり抜くようなイメージ。で、こっちもスライスしてくり抜くようなイメージで考えてやりました。こういう感じにしていくと手順を見つけやすくなるかなと私的には思います。では実際に揃えていこうと思います。まずこの端っこのコーナーと真ん中一色を揃えます。で、これはスキューブと全く同じなので、まあ、それと同じかっていうという感じです。今見るとこの白に赤緑があるんですが、この隣の緑オレンジが違いますね。ということなので、これを移動していくと。いう感じにしていきます。はい。これで、緑で揃えることができました。そしたら、ここに、ここですね。青、赤を入れてみて、赤と赤なんで、これの向きを変えてあげます。はい。はいと。これで入りました。最後の、これです。青、オレンジ、オイル。はい。これで、白の、4色が揃いました。4箇所ですね。そしたら黄色を揃えていきます。R プライム、F、R、F プライム。で、黄色が全て揃いました。そしたら、この1色の黄色を揃えていくという感じにしていきます。はい、これで黄色が来たと。で、横を見ると、今そうっていうのが違う、違う、違う。あ、合ってますね。なんか合ってる。ではこのオレンジを上のオレンジに貼っていきます。4R プライム FR プライム。はい、これでスキューブの4に完成することができました。ということで、ここからマスタースキューブの手順を回していきたいと思います。まずは2色から揃えていきたいと思います。この白、緑とかですね、この真ん中の黄色オレンジとか、これを揃えていきます。まずこの白の4箇所を揃えていきたいと思います。で、ここに白輪があるんで、1箇所、2箇所、3箇所を使っていきます。1回左で消えさせて右に来るというような感じにします。で、これが RW なので、スモール R、スモール L プライム。で、スモール R プライム、スモール L。で、L を押して戻していくと。スモール L プライム、スモール R、スモール L、スモール R プライム。で、そして、L プライムと。これで、白が左に行きました。もう一度同じ手順を出していく。R、L プライム、R プライム、L。で、まあ、ラージ L して、L プライム、R、L、R プライムと。で、ラージ L プライム。ここで白が揃いました。次の白を探していくとですね、ここに白赤がありました。これちょっとシールが剥がれてるんですが、これは白です。ということなので、これを左側に入れていきます。で、ここも揃ってないので、まあ大丈夫だという感じです。オレンジがいるんですが、オレンジは一回ここを消えさせていくんで、まあオレンジ、白が移動しても大丈夫だということです。
で、R、L、プライム、R プライム、L をして、ラージ L して、で、R、L、L プライムです。L プライム、R。で、L、R プライム、ラージ L プライムをすると。これだから揃ってオレンジが来ると。で、オレンジを一回、ここに持ってきます。1回、2回で回して、3回、4回。というふうな、4回回して揃えていくようなやり方になってきます。ということで、回していきます。3、4と。で、ずらして、4、3、2、1。で、戻し直す。これでオレンジが来て、もう一回回します。1、2、3、4。ずらして、4、3、2、1と。はい。これでオレンジが移動してくれます。はい。移動しました。そしたら、1箇所、2箇所、3箇所を使って揃えていくと。1、2、3、4、ずらして、4、3、2、1。で、またずらし直すと。はい。で、もう一度、やっていくという感じです。1、2、3、4、ずらして、4、3、2、1。はい。これで、戻すと。はい。揃いました。ということで、次は2段目と上を揃えていきたいと思います。で、ここから、また考えていくとですね、赤、青が揃ってます。で、ここが違う、違う、違う。ということで、2段目が1箇所揃ってる。で、黄色を見ていくと、黄色が揃ってます。で、3箇所が違うという感じです。はい。ということなので、ですね、じゃまず2段目を揃えていこうかな、というふうに考えます。と、この赤緑のどちらかを揃えたいんで、青オレンジもしくは緑かを揃えます。で、どっちが早いかなっていうふうに考えると、どっちもどっちですかね。あ、とりあえずじゃあ、この緑かを1回、2、3っていうふうに揃えていきます。4、1、2、3、4回し、ずらして、4、3、2、1と。で、これをずらすと。で、ここに来るんで、これをまたサイクルで回していきたいと思います。1、2、3、4、ずらし、で、右側ですよ。L プライムから、で、戻して、これでもう一回やります。1回、2回、3回、4回。L して、L プライムから、R、L、R プライム。で、戻すと。これで揃いました。で、揃ってないの場所で言うと、1、2、3、4、5。で、緑、黄色が揃ってるんで、これを崩さないようにしていきたいと思いつつも、どうしましょう。とりあえずですね、2段目を、青オレンジを揃えていきたいと思います。いや、緑オレンジの方が早いですかね。緑オレンジを、1回、2回、3回、4回、で、ずらして、2、3、4、で、ずらして、で、緑オレンジを入れていきます。そうすると、この緑オレンジを、この、左に移動して右に移動するという感じで1回2回という風にしていきます。まあ、この時にですね、オレンジ黄色がくっついてきてくれるので、オレンジ黄色も1回2回という風にオレンジ黄色も揃ってくれるという感じではもうちょっと嬉しい流れになっています。やっていくと、1回、2回、3回、4回、戻すと。で、4、3、2、1、で、ずらし直すと。で、これでもう一回回します。R、L プライム、R プライム、L、
ラージにして、あ、L プライムからですね。L プライム、R、L、R プライム。で、ラージ L プライムすると。はい、これで揃いました。で、見ると、1箇所、1箇所、1箇所の、この斜めの3箇所の交換になっています。ということなので、これをですね、1に3にしたいというふうに考えると、ここを一回ググッと持ってきてセットアップをします。この青オレンジと赤黄色と青黄色を持ってきて1,2,3というふうなセットアップをすると。で、これで回転させて戻していくというふうにすると揃うことができます。セットアップをして手順を1,2,3,4で、ずらして、4、3、2、1、ずらし、直すと。ずらし直します。で、そして、セットアップしたのを戻してあげると。そうすると、1箇所、2箇所、3箇所の交換をすることができます。ということで、もう一回やっていきたいと思います。で、左、R、L プライム、R プライム、L。で、やって、L プライム、R、L、R プライム。よかったです。合ってました。はい。これで、この2色のすべてを揃えることができました。では、最後は、この1色の4箇所ですね。これを、6面すべて揃えていきたいと思います。交換の場所として、1箇所と、奥2つが変わるので、この時計回りのサイクルでやっていきます。では探していくと、まずですね、まず探します。黄色、オレンジ、対面が白。じゃあ、ここですね、この白とこの3箇所くずれてるんで、これを2回回して揃えていこうと思います。R プライム、L、R、スライス、R プライム、R プライム、L、R、R プライム、L プライム、R と。はい、これでスライスだったですね。よかったです。揃ってました。で、これをもう一度やります。R プライム、L、R、スライス、R プライム、L プライム、R と。で、スライスを戻してくると。これで揃いました。で、次を探していくと、じゃ、このオレンジですね。オレンジ。入れて、白がこっちに来てくれます。で、青がまあ入ってくる。R プライム、R、スライス、で、戻してきて、スライスを忘れずに戻してあげる。それました。次は、じゃ、この赤やって、この白と黄色を揃えていこうと思います。2、3、スライス、戻してくる。で、もう一度回して、これで、白黄色が揃いました。では、次は赤。先生、この赤、赤、青、これを揃えていきます。R プライム、L、R、スライス、もう一度、やると。で、戻していくと。これで揃いました。では次は、この赤はちょっと難しそうなんで、オレンジ。もう崩れてしまうんで、緑。あ、緑ですね。じゃあ緑を揃えていきたいと思います。スライス。で、もう一度、R プライム、L、R。で、R プライム、L プライム、R でスライスする。はい、これで揃いました。で、では次は、緑、オレンジ、赤、緑、白。あ、ここの白。はい、そうですね。緑と白と黄色。この3箇所を、1回、
でもう一度回すと。R プライムドル、R、スライス、R プライム、L プライム、R、スライス。これで揃いました。そしたら、次の緑、赤、オレンジが入りそうですね。こうすると入ってくれるという感じです。いや、嘘です。入ってません。このオレンジがこっちに来てくれます。で、まあ、そして、こうで、オレンジが入って、これで、戻したいと。そうやってきました。次を探すと、赤、はい、赤と緑とオレンジ。ここが、お、3箇所、そうやってくれます。1、2、3、スラッシュ。3、2、1、スラッシュ。で、もう一度、回していきます。はい。で、最後、1、2、3、4、4箇所。緑、青。ここで一回やると、緑と赤が揃っていきます。スラッシュ、戻し。で、緑と赤。で、最後の緑と赤。ここですね。ここの二つを交換していくという感じです。この時は、一度ですね、崩れているのを近づきます。なので、この赤を、持ってきて、最後の2箇所を考えるという感じにして、この2箇所を考えていきたいと思います。最後の2箇所なんですが、青が右に行きまして、白がこっちに来るんですが、ここに白を持ってきさせます。セットアップをして。で、ここの白を、まあ、どうにか持ってくるというふうに考えると、まずですね、まず、ここの青を崩しちゃいけないんで、崩さないような回転をすると。で、2回回転させて、これをさらにスライスをさせます。スライス。はい。すごく見づらいんですが、スライスをすると、次はこの青黄色の、黄色の白が崩れてしまうんですね。で、これを回避するためにですね、頑張って覚えるんですが、これ一回ずらします。ずらすと。はい。で、ずらしてスライスをします。で、白黄色を持ってきて、ずらしたのを元に戻すと。はい。これを覚えます。で、忘れないうちに出します。これは忘れたらまずいんで。はい。はい。回してみます。で、最初にずらしたのを逃がしたのを戻してあげる。で、そしてスライスしたのをスライスを戻してあげる。で、ずらした、逃がしたのを戻してあげる。逃がしたのを戻してあげる。よいしょ。で、そして、ここの、これですね。これを2回転して持ってくると。いう風にすると、この2箇所を揃えることができます。まあ、これは、もうメモした方がいいかなと思います。はい。という感じですね。揃えると、最後の2箇所も揃えることができます。という感じのマスタースキューブでした。おしまいです。